もう性格がもう何よりいいですよね。もう優しくて親切で家族思い出っていう、だいぶハイスペックな男性。はい、皆さんこんにちは。確率統計で人生をイージーモードにする統計のお姉さん、里舞です。今日のテーマなんですけれども、もしもクレヨンしんちゃんの野原家の一員だったらというテーマでお送りしたいと思います。最近ですね、 TikTok でこんな投稿をしました。野原ひろしのスペック、年齢35歳、身長180センチ、家族構成、嫁と子供2人と犬、家一軒家、埼玉県、ローンあり、車セダン、会社双葉商事かっこ商社、役職係長、年収650万円。この野原ひろしのスペックっていう動画ですね、10万再生ほど行きましてプチバズりしたんですけれども、コメント欄の方でもひろしって実はこんなハイスペ男子だったんだねだったりとか、これで性格もいいなんて旦那としてはもう全然文句ないわっていうポジティブな意見から、35歳の商社勤めでこの年収は別に普通じゃねとか、謎のマウントがあったりとかですね、いろんな意見があってすごく面白いなと思ったんですけども、個人的にはよく2歳に安月給って言われたりとか、足が臭いとか、まあ、そういったこういろいろ言われてる割にはだいぶハイスペックな男性かなというふうに思います。でもちろんその肩書き上のスペックがいい、条件がいいっていうのもありますし、あともう性格がもう何よりいいですよね。もう優しくて親切で家族思い出っていう、そういうのも含めてこうハイスペックな男性かなというふうに思います。ごめんなさい、なんか上から目線でこうなんかジャッジしてるみたいに聞こえるかもしれないんですが、全然そんなことなくて、私はひろし大好きというか、すごく尊敬しております。はい、で実際の理想のパパキャラランキングっていうのがありまして、これ2019年の あのランキングではあるんですが、サザエさんのマスオさんを抑えて堂々の第1位になってるんですね、ヒロシが。もちろんそのヒロシ単体でのスペックを見ると、まあ、すごくハイスペ男子なんですけども、ただヒロシ実際結婚して子供もいてペットもいて、でマイホームを持っていてってなると話は別かなと思ってまして、なので今回は実際に野原家と同じ生活をすると生活レベルとか貯金どれぐらいできるのかっていうのをですね、計算してみたので皆さんと一緒に見ていきたいと思います。家計の参考にですねしてください。でまず家計の話をする前に、ヒロシのスペックでまず意外だったのが身長ですね。180センチあるっていうことで、芸能人でいうと松山健一さんだったりとか綾野剛さんと一緒の身長になってます。これを偏差値に直しますと、35歳男性の平均身長というのは 171.9 センチなんですが、180センチっていう身長はですね、35歳男性の偏差値でいうと 64.8 ですね。結構高めですね。しんちゃんもね、だから将来身長高くなりそうな感じがしますね。では、次にですね、皆さんやはり気になるところではあると思うんですが、次年収ですね。ここをちょっと深掘りしていきたいと思います。ヒロシの年収、650万円ということなんですが、この650万円って別に正確な値ではなくって、アニメの中で瞬間的に映ったヒロシの通帳の残高から推定した値ですね。手取りが30万円っていうことはその通帳から見て分かったんですね。30万円っていうことは、額面で言うと約40万円ぐらいで、プラス賞与を含めるとだいたい650万円ぐらいかなというような推定の値です。ではこの650万円という年収をの偏差値に直すとどのぐらいになるかっていうと、35歳男性の正規の職員従業員のまず平均年収っていうのが 471.2 万円ですね。これを元に考えますと、650万円の年収っていうのは偏差値でいうと 59.2 というふうな計算になりました。でヒロシですね、お勤め先が霞が関の双葉商事っていう、中小企業の商社勤めの方ですね、の係長でございます。でよく学歴とかどうなのって思う方いると思うんですけども、推定の情報にはなるんですが、高校卒業して、で上京して2年後に双葉商事に入社して現在に至るという感じです。では、これらを含めですね、実際支出どれぐらい出てくるのかっていうものを計算してみたので、見ていきたいと思います。ではドン。ではまずですね、上からいきたいと思います。住宅ローンですね、これが一番大きいかなというところではありますけれども、まず野原家一軒家ですね。で間取りが 3LDK ですね。ローン35年ローンで組んでいたとしたらっていうような家庭の状況ではあるんですけれども、あのぐらいの土地 で築年数とかペットかかどうかとか、そういったものをもろもろ含めて、あと土地とかですね、もろもろ含めるとだいたい2500万円ぐらいになるかなと思います。
で35年ローンですとローンの返済額月々7万円ぐらいかなというとこです。で続いてお小遣いですね。お小遣い、ひろしが3万円、みさえが1万円ですね。で続いて食費なんですが7万8000円ですね。でこれは政府の家計調査のデータを元に出しております。で続いて幼稚園1万5000円なんですが、これも、野原家が住んでる、春日部市の公立幼稚園の相場がだいたいこのぐらいですね。で続いて水道光熱費がこちら3万円ですが、このぐらいの家族の人数ですとこのぐらいかなというところです。で続いて車のローンなんですが、今ヒロシが乗ってるのは日産ウィングロード Y12 2016年式というものに乗っております。無理のない範囲でローン組んでるとしたらだいたい2万円ぐらいかなということで、ここに2万円と入れております。続いて同じくその車の今度保険ですね。維持費かかりますので保険を、ちょっと計算してみたところ、普段ヒロシは、通勤は電車で土日の、レジャー利用で、車を使っていると。で運転するのはヒロシとミサエかなというところ で免許証の色を、仮にブルーと仮定すると、見積もりサイトで出てきた情報をもとにこの数字ですね、だいたい毎月3000円ぐらいかなというところですね。これ結構安めの金額にはなっております。最低でもこのぐらいかかるかなというところです。続いて交通費なんですが、ヒロシは平日は、通勤に電車を使っていて、春日部から霞ヶ関に電車通勤をしてると。で片道だいたい1時間ぐらいかかるんですよね、結構長いですよね。で土日は車で主に移動してるというところを加味しますと、だいたいですね、その通勤手当を出ると考えた時に、100% 出るとはちょっと考えにくいかなっていうのをちょっと厚労省のデータから持ってきまして、通勤手当が一部出たと仮定して平日は電車、土日は車を利用してると考えると、普段の電車にかかってる定期券の自己負担額がだいたい8000円ぐらいで、車の燃料代がだいたい7000円ぐらいかなというところですかね。合計1万5000円ぐらい交通費毎月かかってるかなというところです。で続いて生命保険ですね。こちらもお子さんお二人いらっしゃいますので、ヒロシとミサエの分2人分ですね、これ見積もりを取るとだいたい2万円ぐらいかなというところです。で続いて通信費ですね。これもアニメの情報からスマホを2台ヒロシとミサエが持っていると。でプラス家の回線ですね、光回線とかそのネット環境を整えたりとかっていうところですね。でこの通信費がだいたい1万5000円ぐらいかなというところです。で残りもろもろ日用品1万円、あと白の餌代が3000円ぐらいかなというところです。でこれ丸々合計すると1月あたり31万9000円の支出になるかなと思います。なので毎月手取り30万円ありますけども、ちょっと毎月の手取りの給料だけでは赤が出るというところかなと思います。これにプラス年2回の賞与を入れると267万2000円の黒字にはなるんですけれども、割と少なめに支出を見積もってこのぐらいなんですね。でここからもっと贅沢したければ、旅費とか交際費とかですよね、出ていくって考えると、どうなんでしょうねっていうところではあります。ということで、まとめに入るんですけども、ヒロシは安月給ではないと思います。で高身長高収入のハイスペ男子だとは思います。で性格もいいと。でただ、実際の生活はちょっとこう切り詰めればちょっと贅沢できるかなっていうような感じですね、実際は。ということでいかがだったでしょうか。結構この数字リアルな数字だと思いますので、何かしらの参考にしていただければなというふうに思います。ということで今日の動画は以上です。少しでも参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter、TikTok の方は毎日更新しておりますので、よろしければそちらもフォローをお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。